everyone! My name is Mama! Welcome to the world of Mama today! I'm going to Depachika today! Depachika っていうのは、Depachikaの意味は、デパートの地下。Say it with me!デパ地下。日本でデパ地下の意味はもう食品売り場になってます。なんで食品が地下にいっぱい売ってるかっていうと、なんか理由があるみたいなんだけど、一つは電気ガス水道の工事がしやすい。もう一つはお魚とか肉とかそういうのを搬入して毎日並べやすい。もう一つは駅とか直結してるのでお客さんが来やすい。そして上で買い物して帰る前に食べ物買って帰るっていうのでお客さんがいっぱい来るから。どうだ、はい、皆さんの国はどうですか？知りたいなっていうか食べたいな。というわけでレッツゴーゴーゴお腹すいた。もう歩き疲れた。デパ地下に行くとね、ほんとにいろんなものがあって迷っちゃうんだよね。今日もね、お昼ご飯にしてはね、いっぱい買っちゃった。今日はスタンがいないんですが、サラダファースト。これはシーザーサラダ。お皿にいっぱい持ってあるんだけど、そっからこうなんか何グラムとかね、人が行って分けてくれるの。で、これは100グラムだって。だいたい100グラムなんだって、1人分。ドレッシングはこれです。さっぱりシーザードレッシング。彩りが良くてね、こんな感じで、これなんだ、うん、チーズ、うん、トマト、うん、レタス、うん、かぼちゃ、うん、ほうれん草、うん、人参、なんか新鮮。ほんとサラダの種類もいっぱいあって全部美味しそうなの。うん、美味しい。ちょっと乾杯しよう。お昼だけどなんかこういうの買ってきました。ビール、いただきます。美味しい。チェコのビールだって。次、スープ。見てこれ、はい、これはね、なんかウニのスープなんだって。見てこれ、スープなの。固まってっけどね。ほんとかい。なんかムース3点。
麺いきます。これねもうほんと食べたくてね、前からね。お稲荷さん、お稲荷さんは普通なんかこう、お稲荷さん、こういう、これね、これお稲荷さん、これはなんか上に乗ってるの、いろいろ乗ってるの。わお、わお、これはね、うなぎ、うなぎはいる。うーん、おいしい。次、サーモン、サーモンとイクラが乗ってるの。おいしい。はい、次、カニ。これ本物のカニじゃない？ほらちょっと柚子の香りが効いてて、これもおいしいわ。はい、次、ジャッカル。これもおいしいわ。山椒書いてあったんだけどさ、あんまり甘くないんだってね。普通お稲荷さんはここのこれがね甘いんだけど、ちょっと甘さ控えめなの。だからね、いっぱい食べれるし美味しい。はい、エビ。幸せ。手拭きたい、手拭きたい、洗ってくる。無人島だったらさ、川があってさ、川でちょっと川で洗ってきますみたいな、みたいな。皆さん待ってください、手洗ってくる。これ必ず入ってるので、ガリと言います。生もの食べるときはバクテリアを殺す役目もあるし、なんか食べるとさっぱりする。ピクルジンジャー、 Say it with me。 ピクルジンジャー、あ、違う、間違った、ガリ。はい、 OK。 寒いです。もう2023年はもうキャンプの年です。気分はキャンプです。だからもうこういうの好きな、寒くても、はい、うちでもいいです。後で食べます、川で洗って食べます。まずこれ、これは皆さん何だと思いますか？ゲモーブ、マシュマロだよ。あ、肩もちょっと寒いな。チャカチャカチャカチャンチャンチャカチャンチャンチャカチャカチャン。いやー、なにこのフルーティーな香り、やばい。見て皆さん、味はね5種類あるの。フランボワーズ、パッション、ライム、アップル、マンゴー。マンゴーどっから来たんだろう。書いてないんだよな、これ書いてくれよ。もうもっちもち、やばい。見てこれ、ほら、とろけとした。なにこれ、ふわふわ、幸せだな。何も食べさせてあげよう。ちょっとこれもいっちゃおうかな。もうなんか売り切れでこの2つしかなかったの。また行くからさ、いろんなものあるから、本当にもう見てるだけでもさ飽きないの。ほら、バターの味が効いててサクサクだよ。ナッツの味も効いてて美味しい。ああ、いい一日だったな。ああ、寒い寒くない。コメントください。今日も皆さんハッピーだといいな。じゃあね、バイバーイ。